深海。それは、ミスター・チルドレン5枚目のアルバムであり、ファンの間からは、踏み絵と呼ばれる、ミスター・チルドレンの中でも、異質で奇妙なアルバムです。この動画を最後まで見ていただければ、この異質で奇妙なアルバム、深海のことを、より深く理解することができ、また違った聞こえ方をすると思いますので、ぜひ最後まで見ていただけると嬉しいです。アルバムタイトル。この、深海というアルバムですが、桜井さんは当初、シーラカンスというタイトルにしようと考えていました。しかし、桜井さんがミスター・チルドレンのメンバーに、シーラカンスっていうタイトルにしようと思う。と伝えたところ、え？深海？と聞き返されたことが、ずっと心に残っていて、最終的に深海というタイトルになったと語られています。つまり、メンバーが聞き間違いをしなければ、シーラカンスというアルバムタイトルになっていたわけですが、皆さんは、深海とシーラカンス、どちらのタイトルが好きですか？私、管理人の T 的には、深海という言葉をタイトルに使うことで、このアルバム全体の暗さ、息苦しさ、絶望感を感じることができるので、深海に良かったのかなと思っています。アルバムジャケット。深海のアルバムジャケットといえば、この画像にも出ているように、深海の奥底にポツンと置かれた椅子が特徴的ですよね。これは、ニューヨークでのアルバム作成中、パラパラと雑誌を見ていたら、アンディ・ウォーホールの電気椅子という作品が掲載されていたのを見た桜井さんは、ああ、このアルバムはこんな感じにしたいな。と思い、その思いを聞いたアートディレクターの新藤光義が作成したと語られています。深海の前に発売されたアトミックハートで300万枚を超える大成功を収めた桜井さんは、自分が作る音楽やファンの反応、不倫によるプライベートな問題など精神的に疲弊しており、当時のインタビューでは死にたいなどといった自殺願望について発言したり、この深海というアルバムが売れなかったら大衆のせいなど、ファンを突き放すような発言があったりするなど、桜井和俊の闇の部分が顕著に出た時期が、このアルバムが発売された1996年頃となっています。このエピソードからも、この電気椅子をモチーフにしたジャケットというのは、まさに当時の桜井和俊の心境を表したものになっていることがわかりますよね。中友の皆さんは、この当時の桜井さんの印象について覚えていることがあれば、コメントで教えてくださいね。アルバムの概要。前作、アトミックハートという4枚目のアルバムが324万枚という売り上げを達成し、その後の5枚目のアルバムはどのようなものになるのか、ファンの期待は膨れ上がっていました。そんな中、発売されたのが、深海。この作品を聞いたファンからは、このアルバムは踏み絵だ。と言われるなど、これまでのミスチルが好きなファンには、このアルバムの特徴である暗さ、息苦しさ、絶望感は受け入れがたい内容だったのです。そして、このアルバムのもう一つの特徴としては、コンセプトアルバムということ。コンセプトアルバムとは、簡単に言うと、一つのテーマや一つの曲に沿って展開していくアルバムのことで、まさに映画やドラマを見ているような、小説を読んでいるような感じで、曲同士が繋がり合い、ストーリー性を持たせ、アルバム自体が一つの曲になっているようなアルバム。それがコンセプトアルバムです。桜井さんは深海をコンセプトアルバムとして発売しようとしていたため、当初は曲を分けず一つのトラックとして編集することも考えていました。結局は各曲をトラックごとに分けるものの、全曲にはほぼ曲感がなく、いくつかの曲はノンストップで繋いでいる内容となっています。個人的には全曲を一つのトラックで編集してしまうと、リスナーが個人的にプレイリストを作るときに困ってしまいますので、曲ごとにトラックを分けてくれてよかったなと思っています。ちなみに過去に私管理人 T が考えたノックというベストアルバムを動画にしておりますので、興味がある人は概要欄から再生リストを見てみてくださいね。アルバムのストーリー。まず、アルバム、深海の収録曲を見ていきましょう。収録曲はこのようになっています。1番、ダイブ。2番、シーラカンス。3番、手紙。4番、ありふれたラブストーリー。男女問題はいつも面倒だ。5番、ミラー。6番、メイキングソングス。7番、名もなき歌。8番、So Let's Get Truth。9番、臨時ニュース。
10番マシンガンをぶっ放せ、11番ゆりかごのある丘から、12番トリコ、13番花メメントモリ、14番深海といった内容です。このラインナップで特徴的なのは、深海が発売される前に出したトゥモローネバーノーズやシーソーゲームなどメガヒットを記録したミスチルを代表する曲をこのコンセプトアルバムに合わないからという理由で外したことです。そういったこともあってファンの間からは、え？トゥモネバとかシーソーゲーム入らないのかい？という批判的な意見も数多くありましたが、結局は270万枚を超える大ヒットを記録するのですから、やはり名盤でやることは間違いないですよね。それではアルバムのストーリーを解説します。このアルバムの中で最も重要な曲、いわゆるコンセプトとなる曲は、2番目に収録されているシーラカンスです。私、管理人のキーは、このシーラカンスは当時絶賛闇期突入中の桜井さんを表しているメタファーなのではないかと思っています。シーラカンスは古代から現在までほとんど姿形を変えず生きていることから、生きた化石と呼ばれており、昔は海の浅瀬に生息していましたが、現在は深海の奥深くに生息しています。これはまさにデビューからずっと第一線で活躍を続ける桜井和寿は、ミュージシャンとして表面上は変わっていないものの、心の奥深くでは暗い闇に包まれてしまっているような心情の変化が表されている、そんな感じがしますよね。話をアルバムのストーリーに戻しましょう。一番のダイブで海に飛び込んだ桜井さんは、暗い深海の中へ沈んでいきます。そして2番で桜井さんは自身がシーラカンスとなり、それ以降の曲で、この世の中の足元に転がっている様々な愛、自由、希望、夢、そして悲しみや絶望を見て回るという内容になっているのかなと、個人的には解釈しています。特に9番の臨時ニュースから11番のゆりかごのある丘からの流れは、このアルバムの中でも最も秀逸で、ミスチルファン以外にも一度は聴いてほしい流れだと、個人的には思っています。先日公開された誰も得しないラジオ（仮）で AP バンクフェスで演奏されたゆりかごのある丘からが流されましたが、その曲自体が映画のような内容になっていて、改めて名曲だなと思いました。皆さんはこのアルバムの流れやゆりかごのある丘からについてどのような感想を持っているでしょうか。コメントで教えてくださいね。そして人間が織りなすこの世の中の様々な景色を見た桜井和寿は、最後の曲深海でシーラカンスとなった桜井和寿自身へ、これから君はどこへ向かうんだいと問いかけるわけです。さらにサビの部分では、連れてってくれないか、連れ戻してくれないか、僕もと懇願するわけです。結局この深海という曲の最後では、水の音の SE が流れ、このシーラカンスが浮上し、元いた世界へ戻ってくるのか、それともさらに暗い深海へと沈み潜っていくのか、桜井和寿は桜井和寿自身をどこに連れ戻したのか、わからないままこのアルバムは終了します。そしてこの後、シーラカンスこと桜井和寿がどうなったのかは、この後発売されるディスカバリーや Q センスというアルバムで、その心の移り変わりや進化の様子が明らかになってくると思います。それらのアルバムの解説は今後別動画で解説したいと思いますので、チャンネル登録してお待ちいただければと思います。今回はミスターチルドレン5枚目のアルバム深海について解説してきました。今年2023年10月4日に発売される新アルバムミスユーも、一部のファンの間からコンセプトアルバムなのではないかと噂されていますので、今から発売が楽しみですよね。これからもミスターチルドレンに関する動画をアップしていきたいと思いますので、チャンネル登録をよろしくお願いしますね。それでは良いミスチルライフを。さよなら。